そしてリコンボルト、ショックボルトが残っている、フラグメントまで残った状況でのリテイクになります。入っていく、全員で入った、ラフタースター、シャオ、アーディスト合わせていく、ランデブでシャオを隠しますが、ここはマジノがクリアリング。4対3の人数状況、ポイズンクラウド内出ていく、水月落としていった、なんとか自分たちの立ち回りをできているが、壁を耐えて解除、持っていくか、水月うまい、残ったところ4キロをもぎ取っていった。いやー、自分のポイズンクラウドを